中村愛のうまコラボ。どうも中村愛です。プシュー、目指すは秋の長距離戦。東京名物ハンデキャップ重賞 G2 アルゼンチン共和国杯3投予想させていただきます。まずは1投目こちらです。ダン、進行勢力4歳、16番湘南バシット、58キロ。重賞勝ちこそございませんが、昨年の G1 皐月賞では5着の実績。ここ2走は 2600m で2戦2勝、東京 2500m も守備範囲、そして何よりも勢いを買って本命にさせていただきました。続いて2投目こちらです。ダン、抜群の安定感8歳、10番マイネルウィルトス、 57.5キロ です。2021年、2023年、このレースで2着、2022年、目黒記念では2着です。 2500m 以上、2着3回、3着2回、勝ち気でなくても魅力の安定感で2番手評価です。続いて3投目、こちら、ドン、今年好調7歳、4番クロミナンス、58キロです。 AJCC 3着、日経賞2着、目黒記念3着。今年に入って G2 3レースすべて馬券圏内。7歳とはいえ骨折や局部不安で幾多の逆境を乗り越え、キャリアまだ13戦上積みを見込んで3番手評価です。ということでまとめると、ドン、本命16番湘南バシット、対抗に10番マイネルウィルトス、穴に4番クロミナンス、4、10、16、馬連3頭ボックスで勝負です。馬と未来とのコンテンツ馬コラボ、高い的中率を誇るコラボ指数は指数上位6位内の組み合わせが合言葉です。先週行われた72レースのうち、じゃーん、コラボ指数上位6位内の組み合わせだったのは半分以上の39レースでした。その中でも日曜日に行われた新潟5レースでは2番人気、4番人気、8番人気で決着。コラボ指数では人気数を指数上位で見抜いて見事的中。3連単の配当は2万円を超えました。的中された方おめでとうございます。今週は G2 アルゼンチン共和国杯のコラボ指数をブログ内で無料公開。詳しくは馬と未来とで検索してみてください。以上、中村愛の馬コラボでした。